例年よりも雪解けが早い今年、札幌では熊の目撃が相次いでいます。そして道内では熊に襲われる被害も出ています。この時期の熊の注意点とは。怖い、本当に怖い。山あいを走る車の前に突然現れた熊。片側の車線で行く手を阻むようにゆったりした動きの後、弱ってんじゃない？あ、やばい。車に向かって走ってきました。映像を撮影した男性によりますと、場所は道南の八雲町上の湯近くの道道67号線。今月1日午後遭遇したということです。車はバックで逃げた後、熊が路肩に寄った間に通り抜けました。春になり熊の出没情報は札幌でも。熊だこれ。2日夜、南区三住一条4丁目で体長1メートルほどの熊が目撃されました。この日は日中にも650メートルほど離れた山の斜面で同じくらいの大きさの熊が目撃されています。2日夜、熊が目撃されたこの場所は200メートルほど先に小学校があります。その他住宅や幼稚園なども並ぶ地域となっています。札幌市内のほとんどの小学校は今日が入学式。熊が目撃された現場近くの小学校でも新1年生が初登校。ちょっぴり緊張した表情ですが、保護者も緊張気味です。おめでとう、ありがとう。心配なので本当は車で送り迎えしたい気持ちです。友達とまとまって歩くように伝えてます。びっくりしてます。熊が来たらどこのお家でもいいので入るようには伝えました。札幌市によりますと、市内での熊の目撃情報は今年これまでに10件寄せられています。そのうち9件が南区で、南沢から三住にかけての藻岩山山麓で目撃が相次いでいます。あの辺りのエリアの、森林の中というのは、本当にいずれも熊が生活しているようなエリアということ、特定の個体が、繰り返し目撃されているというような可能性もあるのかなというふうに思ってますね。道内ではすでに被害も出ています。女性が熊に襲われたとみられる現場ではハンターが捜索を続けています。道東の厚岸町では1日犬を連れて散歩していた女性が熊に襲われ大怪我をしました。犬の方もですね、熊に対して極的に吠えかけたりしたとしてもちょっとかなわないと思うと、飼い主さんの方に走って戻ってくるとか、そういったことを十分考えられると思います。熊がいるよという情報があるようなエリアでは、避けていただく方が賢明なんじゃないかなとは思いますね。今年は例年よりも早い雪解け、そして間もなく春の山菜採りのシーズンです。専門家は目撃情報があるエリアに立ち入るときは複数人で行動したり、鈴などの音を鳴らしたりするなど心構えと行動が必要と話しています。